有生体、飛び白いソウロウグモアーギロデスシランダタスは、イソウロウグモの一種。細長い腹部をした蜘蛛で、宿主の蜘蛛の網で糸を食うことが知られる。体長は、メスで5から6ミリメートル。腹部は円筒型で褐色。背面が少し色薄く、その正中線に沿って、褐色の斑紋が縦に並んでいる。側面には、銀色の斑紋があちこちにある。背後は細長く、 目の配置する部分の後方に一体のくぼみがあり、その後方中央には中華がある。オスは体長2.5から3.5ミリメートル中眼域が突出する。なお、メスでは全中眼域が突出する。ちなみに腹部は円筒型で後方に尖るが、これは腹部後端よりむしろ背面の後端部が後ろに伸びたもので、糸芋や肛門は腹部の前兆の中ほどや,や前にある。 日本では本州から四国、九州、南西諸島に分布し、国外ではミャンマーから知られる。本州での分布域は近年北上中であると、深海は指摘している。産地の主として渓流沿いや林道に見られる。出現時期は6から9月。乱納は本体はほぼ休憩。上向きに柄があって吊り下がる。柄の先端は T の事情に伸びる。 乱納の下は差しには小さく突き出た部分がある。他のイソウロウグモ同様、他の増毛性の蜘蛛の網に侵入し、そこで生活する。本種が宿主とするのは、鬼蜘類や白金蜘類である。イソウロウグモは、網主の取りこぼしを拾う、というのがイソウロウグモに、付き物の説明になっているが、本種の場合は、このような方法以外に、網主が捕らえた獲物を盗み食いすることもある。 ただし本種で特徴的なのは網の糸を食うことが知られていることである。例えば深海によると、この観察では網主は鬼蜘蛛で、本種は網の髪型の横方向の位置におり、網の横糸をたどるようにして食べていた。その際、蜘蛛は独自の指示糸を出して、それで体を指示し、前方の付属紙で横糸を集めては食べていく。蜘蛛が食べるのは横糸の見食べ、 縦糸は食べなかった。また、横糸を食うのは、小さな昆虫を食べるためである可能性を配慮し、小昆虫を蜘蛛の進行方向の横糸につけた場合、これを避けたという。アミクイのイソウロウグモはそれまでに国外で知られていたが、日本では本種が最初であった。蜘蛛の糸の成分は、タンパク質であり、栄養源とすることは可能である。 造毛性の雲には網を片付ける際に糸空霊も知られている。ただし、本種のような行動は、宿主の生産したものを盗む行為であり、網にかかった獲物を盗むのとは異なった形での労働規制と言える。日本のイソーローグモの中では、腹部の形態が独特であり、また、褐色の種も他にないため、判別は容易である。ヤギ沼 P51 をの変調。 P386 小の編長。P386 深海 P98. 深海 P98 ヤギ沼。P51 深海 P98 深海 P98 深,深海小の編長。P386. ありがとうございます。